はい、こんばんは。シャツ長いっすね。おしゃれじゃない？なんか隠してるんですか？一旦もめんちゃうわ。これ撮影の前に、ね、そこのパルコで買ったんですけど、多いかな。かっこいいかと思うけど、まあ行きましょう。ですね、宮迫さんと YouTuber ヒカルさんの焼肉屋さんデザイン工事が終わりまして、今日完成したものをお見せできるんでご案内します。ちょっと演出を作ってるんですけど、開いた瞬間に玉手箱を開けたいのね。ここ玉手箱だと思ってください。ここ玉手箱だと思ってください。ここ玉手箱だと思ってください。玉手箱の煙がふわーって流れることをちょっとイメージしてます。でこの、ドライアイスの湯気は1時間に1遍ぐらい演出として床に合わせることができればいいなと思ってます。で、こちらなんですけど、牛宮城っていう、こう建物の外に今いる状態です。牛宮花子ちゃんって言うんですけど、 YouTuber さんの特性なんですけども、店名募集みたいなことが工事の後半ぐらいに、行われまして、急遽店名が決まりました。そこにおいて壁が急にこう牛宮城っていう感じのね、あの失礼になったんですけど、そこから約2週間ぐらいでね、インドネシアのバリ島の方でヴィンテージハウスさんのご協力で牛宮花子ちゃんが生まれました。メス牛なんですよ。まつげがねこう生えてて、うちのデザイナーのはよくここに頭バーンぶつけて泣かされた男泣かせの女の子なんですけどね。あの青白王子の、そうですそうです、シャツ出すぎやなとって。そうですね。